砂ガニは、十脚目砂ガニ科に分類されるカニの一種。東アジアの砂浜海岸に生息する中型のカニである。幸福は3センチメートルほどで、甲は背中側にやや膨らんだ長方形をしている。ハサミ足は左右どちらかが大きく、大きい型のハサミの内側に下流列が並ぶ。ふわしは長くがっしりしている。腹眼は大きく、巣穴に入るときは、 目柄を倒して眼下に収納する。大きな複眼の通り、視力が良い。生体の体色は、周囲に敵がいない時は、複眼以外が赤い色だが、怯えると、高褐色、黒褐色になる。よって捕獲した時は大抵黒っぽい。また若い個体は、米付きガニに似た白黒のまだら模様だが、甲が平たく、足が長いこと、覆面の紫色が淡いこと、 この時期からすでに足が速いことなどで区別がつく。日本では、東北地方以南、日本以外では、朝鮮半島、中国東岸、台湾まで、東アジアの熱帯、温帯域に広く分布する。学名の種商名ステンプソには、北西太平洋の無脊椎動物研究に功績を残したアメリカ合衆国の動物学者、ウィリアム・スティンプソンにちなんだ県名である。 水のきれいな砂浜に生息し、満潮線付近に数十センチメートルマイナス一メートルほどの深い巣穴を掘る。潮が満ちてこないほどの高さに直径が2から3センチメートルほどの円形の穴があれば、砂ガニか同属種の巣穴の可能性が高い。米付きガニよりも高い位置に大きい巣穴を掘るのが特徴である。巣穴の周囲は掘った砂を薄く積み上げ、 米付きガニのそれよりも大きくていびつな砂団子が見られる。また、放棄された巣穴の周囲は砂が乾いているが、主がいる。巣穴の周囲は砂が湿っているので区別できる。夜に砂浜を徘徊し、動物の下や藻類などを食べる。また、砂浜に生息する小動物も捕食し、孵化したばかりのウミガメの子供を捕食することもある。 夜はそれほど警戒心は強くないが、昼は非常に警戒心が強く、大きな動くものを見つけると素早く、巣穴に逃げ込む。人間が巣に接近すると、数十メートル離れていても巣穴に逃げ込み、一旦巣穴に逃げ込むと物音がする間はまず、出てこない。巣穴まで遠い場合などは走って逃げ出すが、走るスピードは、カニ類、トップクラスで、 人間の小走りくらいのスピードで砂浜を疾走することができ、急な方向転換などもこなす。波打ち剤の濡れた砂までやってくると数秒以内に素早く砂に潜る。動きが早く巣穴も深いため捕獲は難しいが、巣穴に長い草の茎や乾いた砂を入れて掘り返すか、波打ち剤まで追い込んで砂に潜ったところで捕獲することができる。 海水浴場などで巣穴を見ることができるが、海洋汚染や砂浜の減少により、生息地が減少傾向にある。ありがとうございます。